エンディングスキップしたらなんかバイト始めたばっかりになっちゃった。もう無理かも。やめたい。あ、こっからなんだ。地下室に来い。マイナさん、マイナ。はい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 。ああ、よかった。てか、トロール、この人が一番トロールじゃない？あなたのことで、とても重要な話が。だってここで教えてくれたらさ、もう出てくけど、普通に。村から。今から、銭湯の地下に来てください。ボイラー室に地下への扉があるので、くれぐれも、大家に見つからないように。いや、トロールか、本当にこの人が主犯か。ここクリアリングしなくない？普通。だってこうやって部屋入ったらさ、こっちでしょ、絶対に行くの。ここ見なくないか、ここ。あ、一旦会話するか、お兄ちゃんと。いた、これね、お兄ちゃんだわ。ほいーす。わな、妹のことなんかわかったか？そうか。いや、もしかして。わかりましたよ。な、お前名前なんて言うんだ？エレナ。エレナです。本名エレナです。お前がエレナか？そうか。お兄ちゃん。よかった。お兄ちゃん。お前が住んでいるアパートの102号室は神主の家なんだが、うん。今は神主が俺に貸してくれてるんだ。あ、そうなんだ。だから何かあったら102号室に来て。わあ。え。必ず助けになる。行くわ。もう行くわ。今すぐに。普通に今行く。ダメなの、今行くのは。なんでやねん。妹だから行っていいじゃん。なんでやねん。もうなぜかこっから先起きる未来知ってるからね、僕。今すぐ助けてほしい。やるか。知ってるし、さすがに。よしよしよし、頑張るぞー。え、てか開いてね。え、開いてて笑った。全然開いてて笑った。やった、なんか時短してくれるらしいわ。びっくりした、忘れてた。やばい、逃げろー逃げろー。お兄ちゃんの家行くぞ。通行止めになってる。よし、助けてー。え？え？え？えぇー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 ？どういうこと？
お兄ちゃん？あ、でも。でも？視線が違うってことは？さっきは出れなくてごめんな。いや、マジでそうだよ。頼ってくれて嬉しいよ。え、ほんとこれ？これほんと？燃えてますけど。あ、どんどん火強くなってってる。頼りになるって思ってたんだけど、全然信じれなくなってきたよ、あなたのことを。そんな燃やさなくても。俺に双子の妹がいるって知った時は驚いたけど。ああ、やっぱ別の場所で育ったのか。案外兄弟がいるっていいもんだな。まだ実感はないけど、半月前くらいに神主から連絡があったんだ。うん、陽子のこと、過去のこと、そして妹のこと。陽子のことって言うんだ。お母さんのことじゃなくて。全部教えてもらったよ。呪いの解き方を知って。別のとこで話さん？これが俺のやるべきこと、俺の使命だと思ったんだ。だから俺はここにいる。神主に呼ばれたからじゃない。うん。俺の意志でこの村に来たんだ。まさか妹に会えるとは思ってもなかったけどな。うん。一旦別のとこ行かん？巻き込んじまってごめん。巻き込みではないけどね、これは。最後に会えてよかったよ。え？最後？あ、そうだ。これ、渡しとくよ。じゃあ、そろそろ行かないと。どこに？え？通る。行くな。行くなって。おい。おい。ちょっと。熱いよ、そっち。でもなんか普通に歩いてるから火炎耐性あるんかな。あなたが言うには、うん、幽霊、お化けがあの銭湯に取り付いていて。うわ、この人信じてない風な口ぶりだ。その呪いを終わらせるためには生贄が必要だったと。トールさんはその生贄になった。そういうことですね。え、でも別にもう取り憑かれてる人を燃えたから生贄なんなくてもよかった気がするけどな。その誰がそんなことを言っていたんですか？誰って？お守り。ん？何今の？何？めっちゃ燃えてるわ。跡形もなく燃えてる。跡形はちょっとあるかも。こんな古い建物だったらちょっと燃えただけで全体に映るよな。
さすがに。なんか動いてる？なんか動いてね？何してんすか？そんなとこで。え、待って、これエンディングごとに曲違うの？うわ、さっきの聞いとけばよかったじゃん。最悪だ。すごっ。そんなことある？すごいし、なんか別にハッピーエンドじゃなかったし、救いはないんかこれ。あ、まだ終わってないないか、もしかしてこれ。はい。あ、なんかさっきくれたな、そういえば。それがここにあんのか。ああ、よかった。あなたの今から、はい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 、もういいよ、もういいよ。もういいよ。エレナ。へその緒。へその緒、もらった。203は？あ、こっちだ。あ、こっちの部屋行けるんだ。行ってきます。一旦帰ろうか。あの、心の準備できてなかったよし、まあでもね、中身はもう全部見てる。まあ、タイル3つ目ゲット。リンゴ、タイルだけか、これあんの。こっちから覗けないんだ。もろて、すんだ。はいはいはい、よし。やったー。へ、神主のとこ行けんのかこれ。あれ、え、トールのへそのへその2個も持ってる今産めは日本の妖怪である、牛三子した妊婦の霊が妖怪化したものとされる。うぶめの正体である死んだ母親に子供を生かしたいという強い怨念がある。子供を危険にさらした存在を強く憎み、死んだ場所に呪縛霊として現れその土地に着く。まれだが人に取り付くこともある。うぶめの子供をうぶめが死んだ年と同じ年に焼き殺すことで霊を払うことができる。呪縛が解かれうぶめを世に放つことになる。ただし過去に一度、産めと子供とのつながりを示すことで、産めに変化をもたらしたことがある。なるほどね。それで、へその緒ね。頼む、このへその緒で、どうにかなってくれ。一旦、出して、
体ビクってなる、分かってても。え、ちゃう。え、いる？あげる。お母さん。お母さん。エレナです。エレナです。お、ん？なんか強そうな感じで出てきた。え？そこまでしましょう。最強キャラみたいな感じで出てきたんだけど。何急に。え？ダブステップがすごい。何これ。え、強い。え、ギャグ展開急に。神妙。格闘技やってた？お、なんか平和になってる。すみませんでした。いや、そうだよ、本当に本当にそうだよ、マジで。あの、大家さん抜いたら一番悪いからね、あなた。もっと早く警察に行くべきでした。うん、しかも教えてよ、へその緒のことも。なんで神社に置いてんだよ。私はただたたりを受けることで大家に反省してほしかった。それに、うん、陽子が大家に着いたと分かったとき、陽子は復讐したいんだと思ったんです。陽子の一番の望みが復讐だと。まあそうね。だからそのままにしておくことがみんなにとっていい。そう思って私は見守るだけで何もしてこなかった。まあそれはね、それはね、いい。それはいい。私はすべての出来事を見守るだけの存在。八百万の神々も皆さんの考え、行いに介入すべきではないと言っていると。八百万の神々のお考えを自分で決めてしまっていた。でも違ったんですね。八百万の神々のご意志はそこになかった。なかったね。陽子は復讐が一番したかったわけじゃなかった。陽子は母親としてあなた方、子供のことをただ強く思っていた。死んでなお子供を守ろうとしていた。立派なお母さんだったんですね。あれ、僕守られてた？僕守られてたんか？結構怖がらせに来てた気がするけどね。あ、でもアヒル投げたり、オケ投げたりして遊んでくれてたしな。陽子は子供に会いたかったんですね。エレナ、ありがとうございました。うん。あなたは陽子、お母さんと私を救ってくれたのです。うん。本当にありがとうございました。お母さんの分までこれからも生きてください。わかった。え、お兄ちゃん。全部終わったんだな。俺は神主からすべて聞いてたんだ。それで自分の意思でここに来た。陽子さん、いや、お母さんの呪いを解くために、そして産めを世に放つことが俺の使命だと思っちまってた。まあでもこの年でお母さんの話聞いてもパッとしないよな、多分。呪いを終わらせられればこんな世の中どうなってもいいってそう思ってた。でも俺のやり方は間違ってた。お前はすごいよ。お前は何も知らないのに解決しまった。なんか褒めてくれるやん。俺の妹として誇りに思う。
なあ、これからどうするつもりだ？俺は今、ここから少し離れた田舎に住んでいるんだ。何もないところだけど、周りにはいい人たちばっかりで、なんやかんやで楽しく過ごせている。よかったら、俺と一緒に来るか？おお。いいえ。あなたがそういうのなら、僕都会に行きたい。都会で一人暮らししたい。それぞれの道を進むことを八百万の神々は望んでおられるのかもしれませんね。うん、そうか。まあまた連絡するよ。お互い頑張ろうな。うん、お互い頑張ろうね。急にこの歳でお兄ちゃんいるって言われてもね、あんま分からん。バイバイ。あ、でも送ってはくれるんだ。優しい。道狭いね、ここ。頑張ってね。てか、トラック、あ、トラックか。あ、バイバイ。え、待って、おばあちゃん？なんか奥にもいるし。なんかめっちゃいい曲。ハッピーエンドだ。でもまたハッピーエンドちゃんとあったわ。え、これ本当にホラゲのホラゲのエンディングなのこれ。ただのいい曲やん。そんなただのいい曲。その声を聞かせてよ。ジジイ。あざした。え、4時間半やってたんだ。4時間半も経ってたんだ、これ。